この動画ではスピーチジャマー、聴覚遅延フィードバックを用いた発話障害の応用システムについて簡単に紹介します。スピーチジャマーは聴覚遅延フィードバックという現象を用いて人の発話を阻害するものです。これは人が発話をするときに脳内で何が起こっているかを模式図として表したものです。人は何かを発話するとき、その発話された声を自分の耳で聞いています。それを脳内で照合して、ふむ、確かに私の声であり適切に発音されていると確認をしている。それによって発話指示をうまく出していると言われています。自分の話した声に人工的な数百ミリ秒の遅れを乗せて耳に届けると、脳内でそれを照合したときに、あれ、何かうまく話せてないぞ、修正しなきゃいけないと脳が勝手に思ってしまい、うまく喋れなくなってしまいます。これが聴覚遅延フィードバックです。この現象は昔からよく知られており、日本科学未来館などの科学館に展示されております。またこの現象によって喫音症を治すことができると言われておりまして、医療機器として商品化されています。我々のアイデアはこの現象をコミュニケーション研究に応用することです。例えば私はプレゼンテーションのトレーニングをするシステムを以前開発しましたが、それにこの現象を組み込むことによって、時間切れになったら強制的に話ができなくなってしまう、もしくはあまり早く話そうとするとこのシステムによって発話にブレーキがかかるのようなシステムを作ることができると思います。また会議室にこのシステムを組み込めば、公平な発言が期待されている、もしくは一人の人がずっと喋っているというようなことが望ましくないと議長が判断したときに、それを阻止することができる、そのような会議における発言権の制御として使うことができると思います。また携帯型のデバイスとしてこれが持ち歩くことができれば、社会の中の公共の場所で静かにしなければいけない場所で誰かが喋っているときにそれを止めるというようなことができるかもしれません。これが現在作られているプロトタイプ2号で、手に持って使うタイプのデバイスです。今後の研究の展望は、今のところ個人差や学習効果が非常に激しく効果が安定していないので、評価を充実させ、どのようなパラメータを設定したときに効果が最大になるかというのを調査したいと思います。それによって新しい会議システムを構築したり、コミュニケーション分析に応用する、もしくは、様々なパラメータを試して話の速度を自動的に調節してしまうような、そのようなプレゼンテーショントレーニングシステムに応用ができるかもしれないと考えています。以上で終わりにします。